皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんによる1月26日の予言をご紹介します。2022年1月26日の予言。2022年1月26日水曜日、アリゾナセドナから愛の光の予言をお送りします。最新の予言を伝えます。何度も伝えていますが、やはり特に伝えたいのは準備をするということです。いろいろな準備が必要です。あと物事を深く捉えることです。まずは深く自分と向き合うことです。日々便利な生活を当たり前に過ごせることに感謝することです。便利な生活は突然不便になっていきます。例えばシンクに行けば水が出ること、どれだけ便利な生活を送れているかということに気づいていません。例えばアメリカ人は長い間権利を奪われてきましたよ。また健康な水、新鮮な空気、健康的な食べ物へのアクセスの権利を奪われて、多くの人は政府に屈してしまっています。選択の自由や発言の自由などを奪われてしまったことなど数え上げたらキリがありません。また事故がない人はいろいろ便利なことに依存しています。政府はさらに依存させることをしてきます。もっと依存すればもっと状況は悪くなり、政府を受け入れることでさらに悪化し、便利さを求めることでさらに奴隷化が進み、もっと依存することになるでしょう。人々がこの便利さにアクセスできなくなると今度は怒りだし、その怒りはコントロールできなくなります。すでに現象として大都市では起きていますよね。例えばホリデーショッピング、一体どれだけの人が商品を購入するために戦っていますか？1980年代に流行ったキャベツ畑人形やビデオゲーム欲しさに戦いました。人を車で引いてまで急いでホリデーに行ったり、今後人々が貧しさから食べ物にありつけなくなったり、処方箋を書いてもらえるだけのお金がなくなったらどうでしょう。アル中や薬物中毒者の人たちのことなども考えるべきです。これは本当に重要なことですよ。空腹は天使を悪魔にも変える。無害の中毒者たちだって殺人犯になり得ます。私は人類の平和を望んでいます。私たちは皆、生まれながらの最高の豊かさと喜びと幸せになるための権利を持っています。全人類の幸せのためにこのような情報を皆に伝えています。2022年は大変革の時、より深く大きなシフトになりそうです。偉大なる目覚めへのステップを開始し、私たちはその第一歩を踏み出しました。人々は疲れ果てていることに疲れ果ててしまっています。多くの人々の人生の大いなる目覚めの時はすでに何年か前から起きています。ですから準備しておいてください。全人類の側面がすでに見え始めています。私たちが今見ているのは、私たちがもう好きではないこと、満足していないことです。人類は目覚め始めています。政府の学校教育のシステム、法律システム、法制度などが私たちの自由を阻んでいるのです。特に依存度が高い人にとっては、楽しい目覚ましとは限りません。しかしこれが現実なのです。皆さんにお伝えしたいと思います。重要なことです。今年はこのようなことが起こるのです。食品と備蓄の話をしました。私は2020年1月にそう言いましたし、またおそらくその数年前にも、世界的ロックダウンが起こる前にも言ったと思います。私は食品を買いに行くとき、1ヶ月に一度できれば1ヶ月分の食材を買います。素晴らしい友人がアラスカに別荘を持っていて、その別荘の冷凍庫に何かあった時のために保管しているので、その点では安心です。1ヶ月間買い物に行けないこともあるかもしれませんからね。去年の今頃私は次のような話をしました。大規模ストライキを含めて、今起きていること。トラック運転手のストライキ。カナダで道が塞がれて物流が止まっています。
トラック運転手は国境のボーダーを越えられないことにうんざりしています。食料だけでなくいろいろな商品が入荷できなくなっています。そしてその影響はアメリカにも広まり、トラックドライバーは団結してストライキを起こしています。海には陸揚げできない貨物船が浮かんでいて、大統領は経済は好調と言っていますが、真実ではありません。鳩場はがら空きです。あと気がついたことは、お気に入りのセドナのレストランに行きました。家族経営のお店ですが、値段が跳ね上がっていました。想像はしていましたけどね。食料品店も全部値段が上がっています。カナダ、アメリカとトラックドライバーがストライキをするとこうなるということ、伝えましたよね。世界的に広がりを見せています。世界も影響を受け、悪化すると思います。私の新年の予言で言ったと思いますが、シーフードの不足。お店の写真を見せてくれた人がいたので見ましたが、食料品店ではシーフードセクションは商品が陳列されていませんでした。またさらに閉店が相次ぐでしょう。ファストフード店も閉店に追い込まれるでしょう。Facebook で情報をくれた人がアリゾナのスターバックスの写真をくれました。アリゾナにあるスターバックスは宇宙一最悪な店舗です。そして一度も開いていたことがない。ファストフードチェーン店は場所によっては閉店が増えます。貧しいエリアの人々はビッグアーチャーの2ドルの馬肉の安いバーガーを買っています。自分で牛肉を買って作った方が安いのにね。今後たくさんのお店は閉店になりますが、一番の気がかりは家族経営の店です。ウォルマートなどに吸収されます。どうかみんなも地元の家族経営の店をぜひサポートしてください。レストラン、食料品店。大抵のコンビニはガスステーションがオーナーだからコンビニは進めません。もちろん全部じゃないと思いますが。私も気に入った地元の店を一週間に一度は食べに行っています。美味しいのはもちろんだけど、オーナーはナイスだし、食べに来ている人もいい人たちです。波動も最高。通い続けてサポートしたいです。あとはボイコットが起こります。人々は嫌気がさしていて怒っています。ビッグアーチャーがアラスカの海から魚を全部追い出すことをしている。前も言いましたよね。だから安い馬の肉で余ったものを集めて作ったバーガーを平気で2ドルで売っていられるんです。市場を支配しているから。みんなにお願いしたいのは大企業のオーナー参加のレストラン、店をサポートしてほしくないんです。チェーン店とか、訴えられたくないからあえて名前は言わないけど、わかりますよね。ファストフード店だけじゃなくて大きなレストラン。大抵の街にありますよね。全然人々に協力的じゃないからね。食料関係に関わらず、このボイコットは大きなものになります。今までに見たこともないボイコット。2020年から始まった不景気。家族経営のレストラン、食料店、大きな会社とは競争できません。すべては闇の D がつく悪魔崇拝の奴らの計画です。奴らは私たちの生活がオンラインショップの A で始まる会社に注文して頼るようにさせたいのです。昨日は気色悪いものを見ました。友達とランチを家族経営の小さな店に食べに行ったら、小さい箱型のロボットがいて歩道を歩いていて、赤信号できちんと止まって道路を渡っていたのです。あれは何でしょう？何かの配達ロボみたいだったけど。どうやって赤信号を理解して道を渡る前に止まってるんでしょうか？疑問です。何体車に惹かれたことがあるんでしょう？なんか気持ち悪いです。それでロボコップを思い出しました。今後はロボコップがそこら中にいることになるんでしょうか？近くには大学があるから、もちろん配達ロボに配達してもらいますよね。申し訳ないけど、そういう怠け者世代だから。あとはタイヤが不足します。不思議で理由はわかりませんが、とりあえずはタイヤを予備ストックしといてください。2023年までに重宝することになるでしょう。
今年に必要になることはないと思いますが、種類も不足します。酒を禁止しようという動きが各政府で起こってきます。禁止や抑制の動きは起こってきています。ブランドやいいものがなくなっていきます。これも会社が吸収しようとする動きですね。あなたのお気に入りのブランド、小さな会社が作っているものを今のうちに購入しておいたらいいかもしれません。全部いっぺんに飲んでしまう方は。あとワインも秋から来年にかけて不足します。ブドウの不足によって起こるようです。カリフォルニアで、火事と関係するかもしれません。それによって大農園が影響を受けて有名なブランド会社にも影響します。まあ大企業が困るからそれはいいんですが、どう対応するかです。カリフォルニアワインがすごく影響を受けそうです。カリフォルニアでワインに携わっている人たち、準備しておいてください。ガス不足は前からずっと言っていますがもう一度言います。ガソリンや自動車に頼って生活している方は大きな缶での買いだめをおすすめします。プロパンもです。グリルとプロパンストーブを持っているといいです。プロパンタンクを保持するのもいいですね。私も2つ持っています。1つはグリル用ともう1つはストック用に。また機会があればさらに買い足そうと思っています。あとはお金も貯めておきましょう。プロパンを使っていくことでお金も節約できるし、まだ冬だけど、暖かくなってきたら外で料理するのにプロパンを使ったり炭を使って料理できます。私は全部プロパンを使って生活しています。次はシルバーについて、みんなシルバーについて私に聞いてきます。私はメダルのアフィリエイトを探しているので、一つ見つけた会社に今発注していますが、また別会社にも聞いてて、みんなに紹介できるようどこが一番きちんとしていいか探し中です。シルバーは不足します。まあ知っていましたが、また今日もメッセージを受け取ったので、2025年までにはいろんなものが足りなくなります。突然なくなるんじゃなくて、少しずつ。シルバーに関しては間違いなくリスクもないので、ゴールドは結局そんなに値は上がってません。暗号通貨についても聞かれますが、暗号通貨はおすすめしません。獣の印がついた闇が作ったものなので、いいものだとは信じられません。簡単に下落させることができて、管理できるので、個人的に好きじゃないし、サポートしないし、おすすめしません。ネットがダウンしようがものだったらなくならないので、あとは銀行閉鎖。金銀とか買ったりしたら銀行に保管料を払うのも好きじゃありません。私は現物主義なので、銀にしてもきちんと手元に置いておきたいです。安全な場所に保管することが重要です。外に埋めて隠したりとか、銀は間違いなく2025年には少なくなるので、あとは友人から聞いたニュースで、最高裁判所は予防接種を義務化できないという判決を下した件。でもイリノイ州は関係ない義務化できると言っているので面白いと思いました。でも闇の勢力が判決を覆すかもしれません。私ならイリノイ州から引っ越します。食料に話を戻します。値段が高くなっています。不景気になる前に大きなインフレーションが起こります。ステーキが好きなら冷凍庫でストックしておくことをおすすめします。魚介類など今のうちに少しずつストックしておくこと。もちろんトイレットペーパーも。これから2年間はそういった動きになっていくでしょう。もうすでに不況なんだし、世界的な不況はより深刻になるようです。またビジョンが見えました。世界恐慌、ドイツの話をしたのを覚えていますか？ドイツ。ヨーロッパでどんどん広がっていく、株式市場の急落、何らかの大きな出来事によって下がって上がってを繰り返します。911のように市場が変動して、あの時大富豪はさらに何十億も儲けました。中国は明らかに我々の株を奪おうとしています。コンピューター攻撃、ハッカーによる証券取引所攻撃、
ニューヨークエリアをハッキングか電力供給の停止、中国はアメリカ市場を丸一日ダウンさせるでしょう。このような事態が起こっても、いつも言っているように慌てずに、大統領がパスコードを中国に渡してしまったのでしょう。明日にはまたアップデートされるのでまた共有したいと思います。ナマステ。いかがでしょうか。ここのところ銀のことばかり言っていますが、購入は自己責任でお願いします。投資には少なからずリスクはありますので、今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。